DAW レッスン堀田です。鈴木です。キューベースショーティップス、今回は画面の色を変えてみるっていうことをちょっとお伝えしていけたらなと思ってます。はいはいはい、はい、バージョンが変わって、まあ、見え方も変わったんですけれども、そうですね、色使いとかがちょっと変わってくると気持ちも変わってくるのかなと、ずっと見てるものと、ね、そうですね、うん、はいはい、なので、今回その辺の話をしたいと思います。はい、やり方は、編集から環境設定を出します。はい、でユーザーインターフェースってところの下に全体カラーっていうのがあります。はいはいはい、ここでカラーパターン、まあなんとなくこのなんとなしの色が変わってきます。で自分 でカスタムカラーを選択すれば自分の好きな色ができると、色な感じになりますよっていう、なんか淡い感じになりましたね。まあドピンクとかにするとドピンクだとまた目が痛いかな。まあまあまあ人に、まあ、この辺は本当にあの皆さんが好きな色に、おお、 ね、すごいですね、まあ、死んだみたいになったねまあなります。見やすい色いろいろ試行錯誤ですね。そうですね、ここ多分こう暗すぎるなとか明るすぎるなとかっていうので、まあ多少変えてあげることで、今みたいなちょっとあのビビッとな感じは多分辛いと思うので、まあ、多少青っぽくするとかっていうのにすると見やすくなったりとか、もうちょっと使ってる画面によってもきっとディスプレイによっても変わるでしょうしね。そうですね、見やすい色とかって、うんうん、そんな気がしてます。なので、はい、まあ、ここで変えてもらって、まあ他にもデフォルトの色どうしようかとか、あ、トラック作った時に最初にデフォルトのカラーを何色にするか、大体灰色がデフォルトなんですけど、まあオーディオとか新しく作る時に、もうちょっと赤はきつかったな、違う赤になるな、なんかオレンジとかにして OK にした状態にするとこんな感じで、まあ、もうすぐここも変わってきますね、まあ、色が変わりますよみたいな感じの機能、はいはい、です。まあ、自分で分かりやすいにつけるのもいいですし、まあ、たまにちょっと気分変えてみようかなっていうのでもいいと思いますし、まあ、でもあれですよね、そのトラックの種類によってカラー色分けしておくと見やすいですよね、パッと見た時に。そうですね、あの 見分けがつくというか、うん、自分でこの色はこれっていうなんかルールが決まっていると結構楽なのかなと思ってます。はい、はい、まあミックスコンソールでもいろいろ変えることができるみたいですね。ああ、ほぼじゃあかなりカスタマイズの幅は広いですね、そう見ると。そうですね、結構パキッと変えれるんじゃないでしょうか。もう一回出してみて、フェーダーカラーなんか変えてみましょうか。うーん、オーディオチャンネル、はいはい、OK、ああ変わりましたね、フェーダーキャップの色がなんかいい感じになりましたよねなんかおしゃれな色というか、うんうん、に変わったりですとか、ラックの例えば、ここいつも大体青が、まあ、デフォルトだったと思うんですけど、ここも、はいはいはい、ここは激しく赤にしても大丈夫かな。で赤にするとこんな感じに、ああなるほどなるほど、まあ気分的にも変わってくるのかなと。ああこれいいですね、うん、なんか、うん、パッと見えやすいものにしてあげると分かりやすくなってくるのかななんて思ってます。はいはい、なのでまああのご自分のいい感じの設定なり、うん、まあちょっと気分変えてみようかなとかっていう時に、まあ、こんな風に変わるんだなってことを、そうですね、試行錯誤は必要だと思いますけど、そうですね、ちょっと面白そうですね、自分なりのカスタマイズって、うん、そうですね、はい、だから自分なりのいいところを見つけていってもらえばと思っております。はい、今回は画面の色の変え方をご説明しました。ご視聴ありがとうございました。